黒猫ファックスとは、ヤマト運輸とその系列のヤマトシステム開発が展開する公衆ファクシミリサービスである。日本の大手コンビニエンスストア6ブランドと提携して展開するもので、カラー複合機でコピーを取るのとほぼ同じような感覚で原稿を送信できる。複合機から送信後、枚数等を確認してから通信費を コインベンダーに投入するか IC カード等で支払う。かつては専用のファックス電話機から送信し、送信が確認されてからカウンターで通信費を支払った。会社や自宅から送った原稿を黒猫ファックスで受け取ることも可能。この場合は送信ファックス機を番号通知設定の上で所定のファックス番号に送信すると送信側のファックスに受付完了通知書が送られる。 この通知書には10桁の文書番号が記載されているので、受取者に伝える。コンビニの複合機に通信費を投入後、黒猫ファックスでこの番号を入力することで受信できる。保存は送信日の翌日24時までで、それを過ぎると消去される。姉妹サービスとして黒猫ファックスがあった。主に企業、法人向けのサービスであった。 送信したい書類をパソコンや携帯のメールの添付ファイルの形で黒猫ファックスのメールアドレスのサーバーに送信し登録または書面情報を直接ファックスを使って送信登録する登録が完了すると受付番号を知らせるメールが登録者宛に返ってきたファックスの受け取りは定型コンビニのコピー複合機のネットワークプリントサービスを利用していっていた 登録費用や月額基本料金は一切不要。ユーザー登録をしなくても利用可能だった。2017年2月28日サービス終了。ありがとうございます。